皆さんこんんにちは東京国際科六本木の宮下博士と申します皆さんもコロナウイルスごときに負けないように頑張っていきましょう。ね、そしてまあ何よりもやはりチームとしてクリニックがあの一丸となってこれに取り組んでいくっていうことできっとコロナウイルスがあの収束したときにはいいチームになっているんじゃないでしょうかね。それがまあ私からのメッセージです。ありがとうございました